ございます。もしもし、おはようございます。おはようございます。喉がガラガラなんだけど。寝起きだから喉がガラガラなんだけど。みかん食べていい？みかん。みかん食べていいかな？朝ごはん、朝ごはん。おはようございます。いつもと変わらない。うるせえな。ザリついてるね。ザリついてるって新しいね。さらにガラガラになる。いや、みかんは大丈夫だよ。みかんで喉の消毒をする。これ腐ってるんじゃん。いや大丈夫か。なんか剥いたらなんかビチャビチャしてるんだけど。いやこれ腐ってる。傷んでるよこれ。なんだよ、せっかく買ってきたのに。ちょっと食べれるとこだけ食べよう。面白くないよ全然。それさ、なんかね、朝ね、なんかいきなり朝、なんか演説が始まったの、朝けどね。んで、うわ、うるさいと思って起きて。んで、ベランダに出たら、ね、なんかこっちを向いて、こっち、マンションね。マンションを、の方を見て、本当にこっちを眺めながら演説してて、すごいうるさかった。なんていうの、子育て世代をなんか取り込みたいんだったら、こんな朝早くから演説すんなよと思った。せめてお昼頃にしろよと思った。じゃない、だって、せっかくの、お休みなのに朝起こされてらんないじゃん。もうちょっとゴロゴロしたかったのに。そうそう、平日の朝だったらみんな起きてるし、なんとなく聞くかもしらんけど。どうせ何時に演説しても切れる。いや、切れはしないけど。このって思う。ボタンを押してくださいのところを押しても何もならない。そうそう。何？このゲーム、なんかね、タッチパネルを押してくださいっていう指示が出てきたから、タッチパネル押しますって言って、私ね、画面を押してて、ねえ、これ、なんか最初見てた人わかるでしょ？プレイステ4のコントローラーに、タッチパネルがついてるんだけど、
私これ知らんかって。で、テレビをしてて。テレビこうやって押してて。すごいね、なんて、そう、操作知らんかって。みんなに当たってたよね。全然動かないさ、みたいな。タッチパネルって書いてあるのに、って。怒ってたよね。いや、知らんかったね、もうこんな。それでそんで、金曜日の話なんだけど、ツイッターに書いたね、金曜日の話なんだけど、なんか、おはよう。なんかね、金曜日の夜、9時ぐらいに、ちょっとその取引先の、社長さんから連絡があって、食事に行きたいって言われて、今からですかみたいな。こんな遅くに帰れなくなったら困るじゃないかと思って、今からですか嫌ですみたいな感じで言ったんだけど、なんかどうしても、なんか、トシちゃんとちょっと食事したいんだよみたいな感じになって、もうしょうがないから、で、なんて、もしもなんか、娘のお迎え行けなかったり、終電間に合わなかったりしたら困るから、実家に電話して、保育園に電話して、に行ったの。そしたら、待ち合わせ場所で、何、待ってるのかなと思ったら、待ち合わせ場所で10分ぐらい放置されて、結局待って来たけど、で、そしたらね、なんか、その社長さん、社長だけいるんかと思ってたら、なんか、なんか、私なんか一回お会いしたのか知らないけど、なんか、割と若めっていうか、まあ、私より年上だけど、なんか男の人連れてきてて、で、なんかめっちゃ余計なお世話なんだけどね。で、ご飯食べ始めるじゃん。で、そしたらなんか、その社長が、いやー、こいつがな、みたいな。こいつがな、なんかトシちゃんのこと好きらしくてな、みたい。知らねえよ、とか思って。いやー、で、なんか、どうしてもこいつが、トシちゃんとご飯を食べたいって言ってたからな、連れてきたんだ、みたいな。めんどくせーとか思って。いい人なんだけど、で、なんか、せっかくやからちょっと、連絡先を交換してくれないか、みたいな。すごい大きなお世話なんだけど、なんか、結局連絡先を交換して、交換して、いやなんか、いや、私と仕事の関わりはないんです。その人仕事の関わりはなくて、だから私が、そこの会社に訪問に行って、何回か行ったことあるんだけど、訪問に行って、で、まあ、何応接間みたいなとこに通してもらえるじゃん。で、その時に、なんか見てくれてたんだと思うんだけど、なんか、タイプだったんじゃないの知らんけどね。そして、なんかたまたまそのなんか、連れてきた人が、なんか、営業課長か、なんか営業部長か知らないけど、なんか、結構な立場の、なんかすごいやり手の、
なんか営業マンらしいんだけど、なんか社長とそのなんか食事が一緒の席だったらしくて、でなんか社長にだから私の話をしたら、あ、じゃあ今からセッティングしてやるみたいなことになったらしくて、そんでなんか連れてきたんだって。でもそんな感じで、いや別になんかで、なんか連絡、いやなんかだからよかったら今度食事にでもお願いしますみたいな感じで、言ってくれて交換したんだけど、それからは連絡取ってません。だってまだ2日しか経ってないじゃん。よかったくないよ。私別に嫌だし。だからなんかお酒の席だったから、なんか社長も酔っ払ってたらしいんだよね。だからそう、私がバツイチ子持ちなのは知ってるよ。いや、なんか最初に、だから初っ端になんか知らんかったらまずいから、あの一回失敗して子供もいますけどいいんですかって言ったら、いやそれはあの重々承知ですみたいな、いやそれは社長から実は聞いてますすみませんみたいな、いや嬉しかったよ、それは嬉しかったけど、嬉しいけど、いやだって勝手になんか紹介されても、こっちは仕事も溜まってたからもっと仕事したかったのにと思って、なんかね、35歳の今年6歳って言ったかな、35歳のなんかすごいピッてした人、そんなにイケメンっていうわけじゃないけど、なんか普通の人、うん、ピッてしてる人、いや別にもうまあそんな感じよこかな。まあそんなでした。ね、そんなことは言わないけど。いや、まんざらではないとじゃないよ。ニヤニヤはしたけど、いや、そんで、なんかすごい苦痛だったのが、なんかその社長さんが、いきなり、じゃああとは若い者同士で、まあ、なんか俺がいてもしょうがないからなははは、みたいな感じで感じで帰りやがって、もうすごいどうしていいか分からなかった。いやだからなんかちょっとなんていうの、間があって喋り出したんだけど、で、まあ、とりあえずは連絡先を交換して、で、まあ、子供がいますよっていう話をして、で、何喋っていいかわかんないから、わかんないですね、みたいな話をして、で、どこでなんていうの、私のことを知ったんですかみたいな話をして、で、
で、あとは、ちょっと今日は遅いですし、ちょっと会社にちょっと忘れ物をしたので、戻らなきゃいけないので、今日はこれでっていう感じで終わった。私だって、早く帰りたかったんだ。続いたけど、でもちゃんと事務所に戻って、結局仕事してたよ。結局仕事したけどね、終電まで。いや、でも本当に仕事が追いついてなかったから。そうで、じゃあ、で、なんか相手は、なんか、あれって言ってた、あ、じゃあよかったら、また連絡ください、みたいな。いつでもお待ちしてます、みたいな。いつでもお待ちしてますから、みたいな感じで言ってくれたんだけど。いや、なんか私のこと気使ってるみたいで、なんか子供もいるから、なんかその、ガンガン行くのも、なんか申し訳ないし、みたいな。もしよかったら、じゃあ僕の連絡ください、みたいな感じで言われて。あ、はい、みたいな。で、一応 LINE も交換したから、もう一回なんかあったら、じゃあ LINE ください、みたいな感じで。仕事で使ってないからな、LINE。教えねえよ、そんなの。嫌だよ、そんなの。すんげえ。多分、あっちは、だから土日だったじゃん。今日と昨日とね。土日だったから、多分だけど、連絡を待っていたんだろうなと思うけど。私は、一切連絡をしておりません。いや、もう、だって、急にそんななんか、ぶっかれちゃうんす。だってね、そう、連絡して期待させてもダメだし、ちょっと一週間ぐらい置いて、ちょっとお断りでもしようかなーって思って。で、そうなったらなんか社長さんにもなんかどう接していいかわからないし、どうしようかなーって思ってるんだよね。まずはデッドアイランド。だってドキッて、だってなんか、だって私タイプじゃなかったんだもん。私のタイプじゃない。面食いとかじゃなくて、そう、お気持ち嬉しいですが、って感じ。いや、なんていうの、それはだって、なんていうの？いや、そんな初対面で会ったばっかりだから、言ったら、そんななんか、その人の性格とか、どんな感じとか知らんけど、その第一印象として、何にも思わなかったんだもん。何にも思わなかったんだもん。そう、なんかドキッてもしなかったし、ああ、素敵だなーとも思わなかったし。ああ、すごいやり手のサラリーマンなんだなーぐらいで。
噛む負荷もなかった、全然何もなかった、面白さがなかったユーモアもなかった。今緊張してたのかもしれないけどね、スピッチしてたね。いや、それだったらなんか、そうだからなんかニコ生、いや例えばだよ、なんていうの、ニコ生のやっぱりなんか生主さんって声しか知らんけど、あのトーク力あるなぁと思った。その何にもない中でとりあえず話題を出してわーって喋って、なんか面白いこと言ってくれるじゃん、なんか面白いじゃないですか。え、なんか普通のそのなんていうの、あ、そうそう、管理職ですね。部長さんか課長さん。あ、まあ、名刺お名刺もらったけど、今手元にないからあれだけど、課長か部長のどっちかだったと思う。いや、でもなんかそういうなんか庶民的な感じの方がいいかな。いや、だってなんか、なんていうの、変になんか管理職とかついてる人だと、なんかなんか仮にだよ。仮になんかその付き合った時とかに、なんか偉そうにされそうで嫌だもん。その人生主嘘だ。とりあえずあんかってなんだよ。全然平社員とかでいいよ。いや、自分のことだけなんかちゃんとやってくれて、ね、子供の面倒ちゃんと見てくれる人だったら絶対。まあまあいいや。まあそんな出来事があってよっていうことでした。でね、あとなんか話したいことあったかな。まあいいや。じゃあ、ずっと長く、そうだね、ゲームしようね。ということで、挨拶をしていこうかな。1個目さん、2個目さん、しっぽフェチさん、てるてるさん、8個目さん、9個目さん、ジョキンさん、みかんさん、スーさん、あ、みかんさん、私みかん今食べてたんだよ。スーさん、きろひろさん、いちらんさん、アジアンさん、28個目さん、30個目さん、みーのさん、ノイノイさん、36個目さん、ニャーリースさん、50個目さん、61個目さん、クルーズの皆さんもいないかもしれないけど。ゴボテンさん、あ、なんか鼻水でしょ。75個目さん、6個目さん、83個目さんから、91個目さん、ヘローさん、アフロの化身さん、103個目さん、4個目さん、7個目さん、とともとさん、110個目さんから112個目さん、ふーりんさん、ルークさん、122個目さん、ハスさん、パンダさん、クシさん、トシを絶対許さないのかい、会長さん、依頼さん、145個目さん、トシにハグされたいさん、170個目さん、184個目さん、198個目さん、206個目さん、207個目さん、犬尾さん、244個目さん、256個目さん。やっぱり休みの日だから人多いね。もちさん、306個目さん、338個目さん、342個目さん、379個目さん、風さん、全さん、462個目さん、てるてるさん、トムクルリンさん、すぐるさん、ワッシーさん、カイヤさん、503個目さん、いらっしゃい。どうもいらっしゃい。よし、さあやっていきましょう。皆さん、どうもいらっしゃい。
ね、やっぱりそのなんていうの、土日の放送って人が集まるんだね。金曜日の夜とか、もしなんかいつも言ったらなんていうの、人がいない時間帯に放送してるじゃないですか。いやだからなんかちょっとびっくり、人が多いから。私いつも平日の深夜だから、あの休日はやっぱりちょっと子供が いるからなかなかあれなんだよね。そう自分が起きれない時間でね。休日はもうぐだぐだしてた、ぐだぐだゴロゴロしてた。今日コッシー帰ってくるけど、いつ帰ってくるかわかんない。ジジに聞いて、ジジに。ジジが連れてったから、ジジに聞いて。寝た、今日、久しぶりに寝た。何時間寝たかな ?8 時間ぐらい寝たんだな。すごい久しぶりに寝た、8時間も。いつも3時間か4時間だもんね。いつも3時間か4時間しか、あの、睡眠時間取ってないから、すごい気持ちよかった。そう、いつも4時間ぐらい。すごい気持ちよかった。あ、当たらなかった。そう、演説なかったらね、もうちょっと寝れたんだけどね。もう死なないんだね、こいつ一発で。これはなんていうの?うわ、こいつ体力、やばくない?ヘッドショットしても全然効かないじゃん、こんな体力あったら。え、体力多すぎる。え、燃やす系なの?はぁ!そう、ゲームの感じ変わったでしょ?あ、倒せない、無敵だ!あ!あ、燃えた。燃えた?ザリフうるせえぞ、うるせえな。ファイヤーだとなんか倒せそうだね。じゃファイヤーでちょっとぶっ殺しちゃうか。555コメさん、554コメさんいらっしゃって、そう、なんかゲームの感じが一気に変わったんですよ。なんかここのチャプターに来てからなんか急にあれになったの。なんか急にね、あれになったの。あの、ホラーゲームになったの。そう、急にホラーゲームになったの。中畑清さんいらっしゃい。557組さんいらっしゃい。声が、味噌汁だな。味噌汁じゃねえよ。まだまだ20代だよ。これ地面を燃やしたら死ぬんじゃない？いや、じゃなくて。いや、じゃなくて20代ですが。紛れもない20代ですが。味噌汁の人もうちょっと若いよ。やめてー。いやー
57にコムさんいらっしゃい。ノズグロさんいらっしゃい。マメさんいらっしゃい。めっちゃ強いんだって。メガネさんいらっしゃい。いやー、別に倒さないでもいいんだけど、虫が倒すの好きだから、倒しちゃいたいなーと思っているんだよね。590コムさんいらっしゃい。シンタさんいらっしゃい。えって言ってるね。私の悲鳴に。で、みんなあれでしょ？ひゃーっていう人が好きなんだよね。しっぴさんいらっしゃい。ビビ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 ビ。ひゃーっていう人が好きなんだよね。ビビビビの人。トシーの悲鳴ってヌベーだもんね。違うよ。キャーってよ、トシーさん。トシーさんもキャーってよ。え？トゲピーって何？トゲピーって何？倒せないじゃん。助けてください！いぜー！やめてー。あ、止まった。来ないで。こっちに来ないで。おお！だと思ったのに。いや、なんか後ろからもう一人来たっぽいよ。ちょっとせっかくだから倒したいな。雷発生。あ、ここもライト消しといて。燃えない。いや、さっき燃えたのは、なんか地面に、あれがあったんですよ。おいた。地面に、あれがあったの。よし。地面にね、あれがあったんだって、油が巻いてあったから燃えたんだよ、さっきは。これ油でしょ？油が撒いてあるときところに、スー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 にファイヤーしたら、ブワーってなるよ。はい、こっちおいでー。はい、こっちですよー。よし、油に、引き寄せて。わかんない。後ろにいたよし。もう2個しかない。声似てる。すんなでしょ。見た目は似てねえよ。どうして。うわ、あんなにいる。
と待って、めっちゃいるんだけど。これ何これ何、うわ、ライトついた、危ない。全員デビューしてんの、サイラン。なんか年やったのかじゃない。立ち、おいしり、おいしり。あ、隠れ通信ファンサイラさん、おいしりだったね。光に弱い、わかんない。ゾンビゲーばっかりやってるか、ゾンビになっちゃった、なってないよ。いや、でもなんかトシってゾンビみたいだよねとか言われたことある。関西いらっしゃい、わかるわじゃないわ。生ハゲさんこてありがとう、いらっしゃい。ゾンビじゃんじゃないから。ジュシーさんってお姫様だよねって言っていいよ。ジュシーさんってお姫様みたいだよねって言っていいよね。え、はぁじゃなくて、ちょっと待ってね。ブラストアロー、ウォーターアロー、チョークアロー、ブランドアロー、フラッシュボム、フラッシュボムか。もしかして使った方がいいな。ハイドしながら目的の場所ね、そうかもしれない。ゆっくりとりあえず目的地まで行くか、しょうがない。7人、ニコミさんいらっしゃい。今日も声かわいいね、お姫様ありがとうありがとう。キッズじゃないわ。まあそこにいっぱいいる。ジーンじゃねえよ。萌え声出してみてよ。皆さんこんにちは。トシーだよ。できないよ、萌え声なんて。ハゲが、ハゲのくせしやがって。生ハゲのくせに。ガラガラじゃないかーい、じゃないわ。アイテムの回収をしたいのだが、真っ暗で見えないのだが、いきなり現れるとかなしね。アイテム、あれ？キラキラ光ってなかった。アイテムあるの。755コメさんいらっしゃい。どうも。どう？びっくりした。
うん、ぐぐぐぐ言ってる。うわぁ！ちょっと。あっち行けよ。おいしい。よし、逃げよう。ほら、アイテムあるよね。あそこ光ってるよね。ほら、光ってるよ、これ。キラキラ。あ、この中にアイテムがあるんだ。ちょっと、あいつがいなくなってから。こいつはなんだ？オッケー。終わったら、気づかれやすくなる。外ではよそ行きバージョン。声？もう別に変わんないと思うけどね。あ、どっか行っちゃったみたいだね。警戒態勢になってどっか行っちゃったっぽいね。うわわわわ。言ってるね。言ってる。うおそこにいる。そこにもいる。どうしたらいいんだ、これは。ここで燃やすしかないかな。マジの声なわけないだろ。よし。たらこれでライトをつけて釣ってみるみたいな。後ろにいる。怖いよ。怖いよ。うわーって言ってる。うわーって言ってるよ。そう、最初って全然違うでしょ。そうなんだ。うぼー、ほんとだ、光に弱いのかもしれないね。よし、ライトをつけておこう。あいつらがライト消してるもんね。光に弱いっぽいね。あ、光に弱いんだこいつら。ほんとだ、やった。ここまで来たけどアイテム回収できてない。いいのかな。いた。弱くないから。光に弱いっぽいね。もういいか。進めよう。よし、行こう。オッケー。やっと進んだ。よかった。わかんない。あ、なんか人体どう人体実験をしてるらしくて、それの人人体実験人体実験をしてるっぽい。
かアトラクションみたいな USJ の。うわびっくりしたOK。 俺を助けてくれたのか、エリン。よし、よかった。星目線に配信しようの女子じゃん。そんなんじゃないよ。銀の奴隷に賛美の花、私は闇へ落ちて。はい。なんかね、精神世界に、ここはどこ？なんかね、来たりしてるんだよね。今、多分ね、最後の方だと思うんだけど。うわ、人が息をするだけで痛いの。いや、違うよ。これはあれだよ。主人公だよ。あの声を止めたいの。これ取れるのかな。811コムさん、偉いさん。女子高生です。死んだ方がマシだったかも。ねえ、今はもう盗むゲームじゃなくなってるね。主人の様子がおかしい。まあ、私はみんなのハートを盗んじゃうかな。よー、こっちに来ている。ほーじゃないわ。はい、これみんな鼓膜なら盗めそう。そこギャレット決して、え、これは構成かな。信頼できると思っていたの。私のメイク前私の何を知っているんだね。私の何を知っているんだ。おっ、OK。 コミさんか、どうも。うん、そうそう。姿が変わっていく。一体何が。姿が変わっていく。これだから人体実験してる。R さん、R さん。お、これか。うん。どうやって取るの。あれを取らなきゃいけないっぽいけど。登って取るのか。あ、これ主人公だよ。はい。百式さんいらっしゃい。ちょ、サイレントヒルと、なんかサイコブレイクが混ざったみたいになってるんだよね。彼らにこの痛みがわかるかしら。彼女は希望だ。
私は男爵に連れて行かれた。ギャレットいるの？誰かが死ぬの？で、現実世界に戻った。一体どういうことだ？男爵に聞くしかない。エリン、ノースクレスト邸へ戻らなければ全てが始まった場所へ。はい。で、あ、なにこれ、開けらんないのか。隣のラストっぽいね。あ、クリア、やったー。チャプター5かな。チャプター5クリア。またプレデターだ。好戦的な行動をとり、あらゆる手段で敵を排除した。わし、プレデター以外取ったことない。プレデター以外取ったことないんだけど。エリンが男爵の元にいるなら、騒ぎの前に行った方がいい。決着をつけよう。決着をつけよう。ノースクレスト TM か。はーい。ね、暗殺ゲームになってるよね。シーフよりあれだよね、アサシンになってるよね。装備の補充、まあ装備割と補充してるから。え、待って、これなんか右の人変質者じゃない？これ自分の お股をなんかうわーってやってる。見せてるね。どうだみたいな。いや、でも高校の時いたんだって、そういう人。あ、また処刑だ。公開処刑。この男はオリオンの慈悲に値するか、それともこうしてか。まただね。こうしてにしろ。うおー、イエーイ、イエーイ。よし、めっちゃ盛り上がってたね。楽しそうだったね。881コムセンス、ギャラリー2人だったね。よいしょ。で、ここがあれだね。あ、死んじゃってるね。ブラーンって落としてあげようか。あ、落ちなそうだね。じゃあいいや。よいしょ。いや、まあ落ち、優しいって言うけど、落ちたところを財布盗もうと思ったんだけどね。いや、頭狙ってないよ。結局最低なのかよ。いや、そうでしょ。こっちは泥棒だよ、泥棒。泥棒なんだから、そりゃお財布の一つや二つぐらい盗みますよ。殴らないよ。ちょっと撫でるぐらいで。で？そうそうそう。ちょっと待ってね。マップ。そう、これ装備を整えたいので、一旦装備を整えに、
ちょっとここに行くね。今、ブーブーブーってなったね、ニコ生。ちょっとびっくりした、今。演出ありがとう、どうも。久しぶりだね、なんか演出とかっていうのも。おならじゃないわ。アメットさんいらっしゃい。久しぶりだなぁ。放送自体久しぶりだもんね。放送がすごい久しぶりだから。まあそこにめっちゃいる人。あのスープにはない。無理じゃん、こんなに人いるんだったら。買い物行くの。上を通っていくか。よ、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 行こうか。ねえ、そうそう、一回ぶっ殺さんしたのにね、蘇るんですよ。まあ、いっか。割と装備あるからいいや。じゃ、行きましょう。いた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 。あら、死んだ。今夜は街に怒りが満ちている。男爵は全く人望がないようだ。ちょっとライト消したいな。うわわわ見える。消せないのかこれ。木は熟した。うわわわ、ちょっと待って。あ、消えないんだこれ、火事だから。どうしよう、どうしようかな。煙幕でも使うか。使ったことないけど。いや、いいや、暗殺しよう。はい、侵入者名。痛い痛い痛い。出てこい。すぐ終わらせてやる。ねえ。よいしょ。オッケー。はい、余裕でした。ツイッターやってるよ。オッケー。よいしょ。あれ。ほら、頭に刺さってるよ。目に刺さってる。ホラゲーじゃないけどね。あ、ホラゲーっぽくなっちゃったね。917個目さん以来さん。頭に刺さって、ほら。よいしょ。仲良く、死んだ。あ、そこにも人いる。ふっくらちゃんに行こう。すぐふっくらちゃんに行こう。天気も変わる。え、ひどくないよ、全然。920個目さんいらっしゃる。で、アイテムを奪っていく。お、あそこは隠れるところか。あ、ここから入れるんだね。でもちょっとアイテム欲しいから。普段からやってるってどういうこと？上物だな。あ、これなんだこれ。何も起きないようだ。何も起きないのかーい。あ、いっぱいあるね。よいしょ。お、なかなか。
鍵がいっぱいかかってる。よっと。オッケー。どれどれ。やったー。お金ももらって。あとはないのかな。ああ、こっから行けるやつか。上は違う。暗殺者のやつ。暗殺者じゃないけどね、トシーさん。目的地こっちっぽいからこっちに行こうか。違うよ。プリンセス、プリンセス。プリンセストシーって呼んでいいよ。あそこなんか入れそうだからちょっと入ってみて。よし。いやーじゃなくてプレデターじゃないわ。よいしょよいしょ。なんだこれ、どんどん下に落ちていくよ。プリザリ、振りざりってなんだよ。誰かいるのかな。罠も、うわぁ、あ、なんだ、あ、これなんかお店の人。あ、どうも。やった、お店だ、お店だーい。お店があったね。買うか。モーターロー。お金結構ね、あるね、今ね。ロープは絶対、ブラーン12ぐらい持ちたいし。花もね、2個ぐらい持っていった方がいいんだよね。こんなもんかな。ラストっぽいね。食料1個売ってもいいんだけど。まあまあこんなもんでいいや。あと忘れてた。アップグレードできるんだった。どれアップグレードしようかな。敵を一撃でダウン状態にする。そして花束とかプレゼント。花束はない、ないです。誕生日の時ぐらいですね。速度、周囲の世界の速度を遅らせて、隠密、フォーカス使用中に。あんまり使わないよな。音を視覚的に感知する範囲を大きく広げる。敵を一撃でダウン状態にできる。使用中にだもんね。それだったらやっぱこれかな。あ、違う。これ。よし。オッケー。見応えあるでさん、おはよういらっしゃい。じゃあ今度花束持っていくね。ありがとう。いやでもなんかもらうんだったらなんていうのかな、なんかずーっと残るものだとやっぱ困るから、やっぱなんか食べ物とか、そう、花束とか、そういう方がありがたいかなとは思う。お金お金もいらないよ。そんなもらえないでしょ、他人から。いや親からだったらこれ食べ、 これでコシーと食べなとかって言ってくれることとかあるけど、休まない。これは、わあ、誰かいる、誰かいる。
んだ。誰かいそうなんだが、ちょっと消しましょう。これクレジットカード950個みたいなさ。あ、そういうのでもいいけどね。ビール券なぜ消えたんだ。来て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 、はい、さよなら。はい、死にました。隠す場所ないのこれ。僕たちも他人じゃないでしょ。そうでしたっけ。前にどこ。町の秘密。あー知ってるこれ。そうそうそう、これがね、そうボタンが全部にあるんだけど、あ、全部のボタンを押したらここが開くとかなのか。あ、なるほどね。そんなもんかな。え、行く場所ない。なんだ、行き止まりなんだけど。行き止まりだ。行き止まり。しょうがない。戻るか。959個ミサイルじゃん。ってことは、戻るとしたら、これで戻るしかないんだね。OK。あ、それだったら、ウォーターロー、もう買い込んでおこう。ウォーターロー。他にも何か。うん、ちょうだい。ウォーターロー、またね。10本ぐらいでいいよ。うちの換気扇から侵入とか無理だよ。多分。あ、これここに出るんだ。へぇー。で、目的地がこっちだから、目的地こっち。あ、それ楽しそうだね。換気扇つけたらなんか体がバラバラに刻まれちゃうみたいな。ドレイブはもう橋の上だ。時間がない。連中はすぐにノースクレスト邸に着くだろう。これアイテムありそうだね。アイテム取ら。いやでもなんかバイオハザード6の北米版をやったじゃないですか、放送で。北米版だと、なんか、クリスじゃなくて、誰だったかな？レオンが、ミンチになるシーンがモロだったよ。なんか換気扇みたいな、ぐる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 って回ってるところに、少しずつ、ジュ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 って、吸い込まれて、ミンチになりますっていうシーンがあったよ。そうそう、敵と一緒に。そういうのあったよ。北米版はそういう描写がノーカットだから、わざわざ北米版を購入するんだよ、わしは。982個目さえやさ、やっぱり痛いの？いや、痛いんじゃない？あれはだって即死じゃないじゃん。即死じゃないから、その失血死するまで、痛みを感じるんじゃない？多分。
あんななんかジュ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 って吸い込まれるの。ねえ、脳、頭から吸い込まれたら死ぬかもしれないけど。激痛で死し、いや、わかんないよね。だってああいうなんか、FBI みたいなのに入ってる人たちって、拷問とかにも耐えれるように、訓練してるわけだから、なかなか気絶とかないんじゃないの。英兵たちが暴動に備えている。99個目線いらっしゃる。いや、今日声に調子良くないけど、喉痛い。騒がしくなる前に入ろう。1001個目さんいらっしゃい。トシ、おはよう。今日も可愛いね。好きだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。自演じゃねえよ。うっせえじゃねえよ。どうしよっかな。アメちゃんね、アメちゃんいっぱいあげないとね。すね褒めてくれたんだったら。にふ。あ、ダメだ。3発使っちゃったよ。あそこだけ消しとこう。あとはライトがあるのがちょっと嫌だよね。敵地がこの上ね。あっちからも行けるみたいだけど。一人ここでぶっ殺さんしたからお金を奪う。お金持ってないのかよこいつ。あ、持ってる。水に沈めておくか。見つからないように水に沈めておきまーす。よし。うん、沈んでなかったね。まあいいや。正面から突破するのってちょっとあまりよろしくないね。バレるねこれ。あそこにいるし。寝させて。お、なに、なに、寝させてくれって聞こえた。寝させてくれって聞こえたよね。どこにいるんだ。アイテム取ろう。アイテム取って逃げる。マジじゃねえよ。アイテムありそう。マジに安全な場所。マジじゃねえよ。1027個目さんいらっしゃい。どうも。ちょっと遠くから行くか。あそこにいる。いるね、一人。危な。彼女がグルーム病じゃないといいが、追い出したくはない。めっちゃいる敵。そうそうそう、あそこにもいる。面白かった。
なんか喋れよ。退屈でたまらんぜ。なんか喋れよ、言ってるね。奴らがここまで来たらどうすれば。死ぬのはごめんだ。ケガしろ。え？今のは何だ？見てくれないか。何か聞こえたのか。誰かの音が聞こえる。聞こえませんか。やつはどこだ。え？動くな。囲んで攻撃しろ。やれ。やっちまえ言ってる。はい、バスバスしてやる。避けて殴れ。避けて殴れ。避けて殴れ。よし、来いよ、来いよ、トシさんが。これじゃんしてやるぜ。ほら、避けて殴れ。避けて殴れ。ほら。はい、3人倒しました。余裕だったぜ。OK、 1050個目さ、エレンさん。あ、シーフ始めたの。パリ取る、パリ取れたらいいね。1047個目さ、エレンさんね。パリ取れたらいいけど、全然余裕だったね。わ、タムぶつけた。お金取って。チュシーさんに僕の DT を捧げたいさんいらっしゃる。いや、大事に取っといたら。大事に取っといたらいいと思います。あ、ここ油まかれてたなら燃やせばよかったんだ。正気吸い取られないわ。さっきクリアした？あ、もうクリアしたな。早いね。いますね、敵。どう行きましょうか。あいつはもう射撃で殺しちゃえばいいか。うん、ほい。あの野郎を見つけ出してやる。逃げられた。1074個みさやさん、その手にね、引っかかったんですよね、トシーさん。その手に引っかかったからな。
かかりません。いや、あの時酔っ払ってたし。ねえ、お風呂の写真をツイッターにあげるとか、ずっとあの時はちょっと、あれだったね。ダメだったね。まだね、ニコ生も始めたばっかりな時だったから、あんまりそのネットの怖さというものを知らなかったから。歓迎してる。そうだね、黒歴史だね、あれはね。いや、だからなんかそういう履歴とかも全部残ってるかもしれないし、もう消えてよかったんじゃないの、ツイッターと思ったから。もうなんていうの、復活できるらしいけど、もういいかなと思って。わっ、よし、誰かが今夜のことを語り、アイテム取って逃げる。ノースクレスト計画から。え、今違うアカウントでやってるよ。そっちはもう愚痴ばっかりだけどね。愚痴、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 愚痴言ってるぐらい。言葉すべてやった。あとはバトン。トッシーさんに僕に聞いてみます。捧げたい。え、だから大事に取っといたらって。彼女は無事外に出た。わかったよ。あそこに一人いるのかな。いや、二人いるのか。あ、ここ入れる。俺も戦うぞ。縄に抱かれて死にたくない。ライト消せるのかな。ライト消して。断り方すごい好き。彼女は外に出た。スーさんいらっしゃる。あ、なんかなんかあるね。何が止まるんだ。これで庭の水が全部止まるんだ。俺も戦うぞ。水が止まるんだ。死にたくない。あ、水が止まった。何？誰だ？警戒すべき男はわからん。え？どこで警戒された？DT は宝物？いや、よし、お金取って投げておく。撃たれたくなければさっさと出てこい。どこにいる？殺されたくなかったらさっさと出てこいみたいなこと言ってるけど。警戒しろ。どこ？聞き逃すな。よいしょ。こいつはなんだ。いたいた。どうも何かおかしいぞ。危ない危ない危ない。 DTM もらうより命を奪いたい。そうだね。ノースクレスト艇が陥落したな。インベントリーがいっぱいです。みんな調査しよう。落ちるぞ。来いよ。誰かいるのか。何？くそ。痛い痛い痛い。あ
れは後ろから殴り殺した方がいいね。あー、こっち来た、こっち来た。目悪そうだね、この人。誰もいないぞ。いや、誰もいなくないよ、いるよ。あいつを、うん、よいしょ。はい。はい。もう誰もいないね。正面突破は俺の流儀じゃない。正面突破は俺の流儀じゃないって言いながら正面突破しちゃったよ。正面突破したんだけど、ここちょっとアイテムもないね。あそこなんか光ってる。これなんかある。やった。正面突破以外どっか行くとこあるか？なくない？アイテム。ハゲチャビンさんおはよう。1105個目さんおはよう。チェーシー。チューはダメ。街は静まり入ってるな。あ、なるほど、こっから行くのか。いいね。下水道か。じゃあペロンしてってなんで。ひどい匂いだ。お宝のことだけ考えて息を止めていこう。息を止めていこうだって。ちょっと可愛くてイラッとした。ありがとう。キリュウさん、キリュウさんの声、多分そうだよじゃないのかな。あのあれでしょ、龍が如くでしょ。多分龍が如くの人の声じゃないかな。知らんけど。よいしょ、オッケー。これ登っていいよね。あ、違うの？あれ？バグってる。バグっぽい。マジか。ちょっと待って、ここで積んだとかないよね。一回再起動するか。助けてー、ここから出られない。どうしたらいいんだせっか収集品でも見て落ち着くか。受験生も見てるかもしれない。うん、間抜けな泥棒もいたもんだ。1145コムセンス。壁なんて何もないよ。社長見てないよ。
バグっている。左側の壁？これ扉だから、これ普通に扉。ここから先は20代の人。マジ大丈夫だよ。20代だもん。ピコハンさん以来さ。マジまだ20代だから全然大丈夫なんだけど。ちょっと一回メインメニューに戻って。すでに20代で。みんなが35とか32とか、コメントで余計ななんか嘘つくから、初見の人はみんなわしのこと30代だと思ってるじゃないか、ボケが。ハゲが、ハゲのくせしやがって。116、4個目だよね、さ。いや、まだ20代だから、今年でも20代ですか。だから、言ってねえよ。ほんとほんと。いや、これネタとかじゃなくて、設定とかじゃなくて、30代じゃないから。20代だから。あ、やった、いけた。ロードし直したらいけるっぽいわ。よかった。よかった、よかった。1190コミさんいらっしゃい。味噌汁じゃないって言ってるだろ。リンゴジャムさんいらっしゃい。そう、わし25歳だよ。1206コメさんいらっしゃい。わし25歳だよ。覚えておいてね。よいしょ。うわ、これ汚い。ちょっと水浴びするか。汚いよ、これほら、ドブの水。よいしょ。サバ読みじゃない。1206コメさんいらっしゃる。いやいや、肌が25歳だから。え、わしが25だった？え、てか、これどうやって行くの？どこで、どうやって、あ、登れるんだ。顔からおしっこ、それザリガニって、なんか、顔からおしっこするらしいよ。ね。あそこなんかある。わわわわわ、なんだ。らしいよ、なんか。あれ？これどうやって行くのかな？あ、こうやって行くんだ。ジャンクマンに抱かれたいさんいらっしゃい。すごいでしょ。あ、それでこうやって登るのか。はい。オッケー、来たー。ここからが問題だ。屋敷は広いし、男爵は誰も招き入れないだろう。俺以外。俺以外は。どこからおしっこ？え、普通に、お股から。広くないでしょ、普通さ。人間だもの。だって人間だもの。いや、A じゃなくて。
明日か、これ行かなきゃいけない。人間だったの。人間以外ないだろうが。新しい罠だ。男爵殿は用心深いようだな。慎重に進もう。わかんない。人間だったもの。今日の下着の色、今日黒だよ。今日黒にちょっとラインが入ってるやつ。塗りが深夜。深夜の放送しかしてないもんね、普段。スケスケじゃないね。今日はっておかしいな。今日も。今日はっておかしいな。1261コメさん、1273コメさん、大泉さんいらっしゃい。いやいや、だいたいつけてないよ。え？心配した。ね、久しぶりだね。放送久しぶりだもんね。1289コメさんいらっしゃい。どうも、こんばんは。こんばんは？こんばんはじゃないな。こんにちは。1294コメさんいらっしゃい。似てねえよ。んで、あ、なんかあった。買い替えてみる。あー、面白い。なんかやっぱり深夜の放送と、なんか全然雰囲気違うよね。深夜の時間帯に放送してる時と、なんて、1305コメさん、小物木さんやさ。全然雰囲気違うから面白いね、たまに。いる人が多分違うんだと思うよね。深夜は、なんていうの、寝るよね、みんな。見ながらなんかどんどん寝ていくっていう感じ。あ、お腹が空いてきちゃった。おおおおおおおびっくりして喉痛い。ザリガニみたいなバックして。温かいコーヒーが飲みたい。アクトリ様いらっしゃい。アクトリさん、なんでアクトリ様ってなってるの？自分でやったのかな？町は静かになった。俺たちは絶対に正しい。そう、アクトリ様になってるんで。よし、どっか行った。体調がすぎない。ギッパーってね。そうか、もう通るクレイブ。ああ、レイポート。よし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 。アクトリ様とお呼び。ゲップ対決なんてしてねえよ。ハゲが。
なんかお金いっぱいにさ、お金いっぱい、お金いっぱいずっとゲットしようよ。衛兵はたらふく食べているようだな。パンドロボを死刑にするのも体力が必要だろうよ。よいしょ。いや、次回の予定今のところないよね。なかなかなんか予定合わないもんね。忙しい。年末までもすごい忙しい。もう終わったら、ちょっと、最近彼氏ができて忙しい。え、そうなんだ。え、知らなかった。なんで教えてくれないの？え、おめでとうございます。そうなんだ。彼氏できてねえよ。よいしょ。え、できてないよ。いらないもん。今さら。アクトリさんね、これアクトリさん。はい。OK。これアクトリさんね。えい。イエーイ、滑り台してた。OK。1385コムサイラさん、楽しそうやってね。よいしょ。生ハゲさんいらっしゃい。くそー。二人いたんだって二人。白鳥さんの分身にやられた。くそー。三人いた？こどこ？ここから？もうほぼやり直しじゃないですか、これ。マジかよ。本当にアクトリさんに彼氏できたのかな？冗談じゃなくてできたのかな？しだったらおめでとうだね。私冗談だと思ってるんだけど。焦ってるよ、それは。負けられねえと思ってるから。あ、本当なんだ。おめでとうございます。じゃああんまり絡めないさ。そっちを大事にしてください。マジか。そっか。
かそっか。解雇通知。ノースクレスト邸の全スタッフを解雇する。これは即日効力を発揮するものだ。そういう意味じゃないよ。いや、寂しいなぁと思って。いや、あんまりなんか一緒に遊べなくなったら悲しいなぁと思って。だけ、それだけ。それだけです。ちょっとなんかな、泣き、なんかちょっとなんか、寂しいなぁと思ってなんか涙出てきちゃった。いや、でもなんかあれ、いや、嬉しいことだから、もうしょうがないけど。いやいや、いいことだから、いいな、いいと思います。いや、大丈夫ですよ。いや、冗談だったんでしょ。大丈夫です、大丈夫です。いやいや、でも本当だったら嬉しいことだと思うけど、ちょっと寂しいなと思っただけ。いや、なんかその一緒に遊べなくなったら寂しいなと思って。自分でもびっくりした。ああ、いやいや、でも、いやでも本当だったらもうね、お祝いしないといけないね。いや、みんなでね、お祝いしないといけない。その時はちゃんと送り出してあげないとダメだからね。ええ、マジでマジで。いや、嬉しいことですよ、それはね。いや、本当だったらね。1566コムサイヤさん。うん、ちょっとね、そうだね。ちょっと精神状態おかしいかもしれないね、わし。い
いや、なんか最近、その、なんか、思ったのが、なんか忙しすぎてしんどいじゃないですか。しんどいけど、まあ楽しいんだけど、お仕事も順調だし、楽しいけど、やっぱりその、なんか疲れが溜まってて、なんかその、ちょっと寂しいなって思ってたのですよ。ちょっと寂しいなって思ってて、で、なんか、かな、そのぐらいかな。それだけですよ。いや、大丈夫です。安全な場所なんだよ。それなんかその、なんていうの？いや、遊ぶのも、そのなんか義務化したら面白くないから。遊びたいときに、なんか呼び合って遊べたりかな、ぐらいで。よいしょ。いや、ごめんなさい。なんか逆に困らせてしまった。え、ちょろくないよ。すいません、だから今日も言ったか、言ったじゃん、なんか、だから、取引先の社長さんがなんか紹介してきたけど、別になんか、興味ないから、あれだって、お断りしようかなって話をしたじゃないですか。1606、ごめんなさい、さ。これどこに行けばいいの？一人ずつぶっ、うわぁ！びっくりした。よし、殺すか。はい。はい、殺しました。近くでスープが買えればいい。二段バラ。いや、あれだ。もうちょっとぐらい閉まってってほしいな。腹が減って。って言ってるね。もしぶっこりチャンスやるか。あっちからも来たからぶっこりチャンス。